ちょっとこれ大変だな。いやいや大変だったよさっき。早い。どうも、かしこまりのです。どうも。今日もモルックやっていきます。はい、ということでね、モルック僕たちも慣れ親しんで半年ぐらい経ちますけれども、うん、早いもので、まあ、新提案シリーズですね。はい、僕らカシノバンドといえば、うん、ね、カシノバンドといえばそうです。前回はあの NG ワード、NG 行動モルック、なるほど、ちょっと物議を醸したね。でモルックは結局メンタルスポーツなんですよ。集中しなきゃ。そうなんです。二度とねやめましょう、ああいうことはね。問題作が誕生したわけですけれども、はいはいはい、あれに懲りずですね、モルックというスポーツをよりちょっとこねてみようかと。なるほど。いうことで、今回ご提案したいのがこちらでございます。スピードモルック。おー、ありがとうございます。スピードモルック、そうです、もうその名の通りですね、はい、どちらのチームがより早く、モルック50点取れるかというそのタイムを競うということですね。だから対戦形式じゃなくて、本当1チーム、まあ、2人ないし3人がもういかに早く終われるかというのをタイムを競う。じゃあちっちゃい点をちょっとずつすごいスピードでこう狙っていくのもいけるという。でもあれか、うまくやんなきゃいけない。まあまあそうだね。だその辺の戦略も、なるほど、ちょっとねあるよね。無駄話できない、ね、無駄話できない。そうね、そうね、そこが一番の敵かもしれませんね。確かに僕らのね、話したいからね。話したいのよ、なんせ。でそしてね、今回あのスコアの計算でちょっと使おうかなと思ってるのが、はい、まあ、前回のそのアジア大会ですか、モルックの、残念ながら延期された日も、中止になってしまったということで、記念品をね送っていただいたと。スコア、はい、いうことで、そうなんです。これスコア書くのに便利、ペンパーチ。これはペンパーチということでね。これもいただいたのは間違いないんですけど、顔が映んなかった。これピンバッチですね。はい、セカンドモルキーアジアトーナメントね、はい、こっちでしたね。そうそうそう、これに書くとはかどらないのよね。うん、これカシノバンド B ってね、チーム名が書かれてるやつですね。まあこの裏にも書けるちゃ書く、これですよ、これ。ありがとうございます。こちらね、スコアブックね、公式のアジア大会のやつ、これいただいたんですよね。このシートまで送ってもらっちゃって、これにね、せっかくなんで書いていこうかなと思います。 OK、 はい。ということでやっていきましょう。はい、お願いします。じゃあ先攻後攻、はい、違う、これもスピード。OK、 じゃあ先にね B がやるということで、はい、楽しみに見させていただきます。はい、頑張ります。頑張りましょう。よーい、ドン。はい、回りました。急げ、はい、4かな、これは4です。早い、いいね。2、4、6、8、9、10、13、19、9ね。やばいぞ、やばいぞ。よし。でも何点取ったか分かんない。今最初。あ、こんなことやってる場合じゃない。ミス。12。ミスも何回でもいいんだよね、これ。ダメよ、3ミスで終わり。マジで？そっか、それはあるんだ。ナイス。8だ。8。うわ、この妨害が嫌だ。よし、そろそろ狙うからね。何をどう狙うんだよ。ミスると交代早くていいね。あと17点。もう焦らず12狙って。そうだね。おー、ナイス。あ、しかも5、5離れてる。45、あと5点でしょ。これ5じゃん。あやさん慎重に。すごい、45。まだ2分しか経ってない。やめて。大丈夫。落ち着くんだ。よし。めっちゃ落ち着くやん。耳さ、ツーズやばい。これありえるね。ありえるよ。朝でもいいよ、下手したら。これあるよ。OKOKOK。 1、2、3、4、5。やばい。なんだ。はい、バースト。15ならまあいいや。やべえ、面白い。まあ、失格なるよりはね。
遠くなってきちゃってる。3ってことはあとね12では上がり。12きついよ。そうだね、12きついわ。93。あ、惜しい。ああ、この時間を短くしちゃう。確かに。え、あとなんだっけ。シュート3で上がり。あと3。あと9が倒せない。今41。いや無理でしょこれ。よかったね。じゃあバックいくか。おお、珍しいね。あ、おー、何これ。お、何。お、あとね4。4っている。多いよ。あー、きつい。4とかね。4多いよ。4本いきましょう。でも5本いったら進むけど。4本。おお、あー、マジ。1どこにいんの。これだ、これだ。1むずいよ。これもう1回かな。これはなかなか。これリスクあるね。これ25に戻す人になったらやだな。やったー。さあ見事。てんてでーん。5分18。5分。まあでもいいんじゃない。5分以内、まあまあいいところじゃないでしょうか。お疲れさまでした。お疲れです。これは冷静にやったのがもしかしたらいいかもしれない、ね、いやー、全然あるね。さあ、行くぞ。1、2、逆だ。細かいね。いやいや、良くないでしょ。映さない方がいい。全然違う。さっきこっちからやってたら全然違う。では、いきますよ。いきますよ。よーい、スタート。いや、いくよ。OK。 おー、いい音。でもこれ2本取る。9かな。9だね。真面目になっちゃう。よし、よしよしよし。ちょっとこれ大変だな。いや、大変だったよさっき。大変だ。いや、早いよ。何も6。 6？ そうね、6だね。6ヘッドアウト10、15回今。そうね。いや、これ大変だわ。いや、めっちゃ大変だから。はい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 。さあ、カッシー今日何食べたの。今日何食べた。今日ね、ガパオライス。ガパオライス。あの、卵乗ってるやつ。あ、そう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 。ヨシケさん何食べた。全然信じてない。全然何食べた。自然に聞いてくるから。7いっちゃう、7。あ、やばい、やばい。結構刻んでるな。はい、1分経過。これ疲れるわ。5分目だね、確か。そうまだ余裕あるよ。に刻むね。これ今25。はい。あ、でも早いね。早い。めっちゃ早いな。え、これじゃあ、まあ、大丈夫。どうせ行き過ぎる。あ、やば。終わる可能性もあるのか。そうだ、終わっちゃうかもしれない。ちょっと待ってね。想定したら何ですか。いいじゃん。6。お、31。31ね。あ、でもいい感じのないね。もうマスク黒いっすね。手前バラすか。今日マスク黒いっすね。前も黒かった。見て、あんまり遠く投げないでほしい。いやそれぐらい。そんなんだろ。2分経過。3点。あと14点。そうです。これいけるんじゃない。これいけるかも。おー、いけそうだね。あと7、2回じゃん。よし。おー、 OK。 うまい。 OK。 これでも、これ7は難しいから。これ取ったら上がりよ。 OK。さあ、どうする。いきます。おっ、止めて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 。はい、止めた止めた。はい、やった。2分31秒。早っ。じゃあ、仮連こんな感じで本番次で。なんかもう一回ね、どうしても頼むと。なるほど。いうことなんで、もう一回戦やりましょう。オッケー。はい、さっきと同じ先攻 B、後攻 A でやりたいと思います。はい、よーい、スタート。ピッ。7点。7点。7点。いけるよ。あ、2が邪魔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 邪
24点。俺だよ俺だよ。あ、ごめん。1234。俺じゃん。次俺じゃん。あ、ちょ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 。28。あー惜しい。今のいけたと思ったの12だったのに ね、 ね、え、30これさ、冷静に12狙ってるんだよ、冷静に。うわー、やった。早いよ、早い早い。 8? 残り8、うん、いや、無理でしょ、あれは。いけ出すよ。バカ。もうだ、1分17秒。8? 8? 早い早い。あ、1? あ、まあ、でも7もまあ、皆さん、おしゃれおしゃれ。おしゃれだね。夏もおしゃれ。あと7だよね。7いっちゃいます。オッケー。まだ余裕あるよ。危ない、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 やべえ、疲れる。危ない、あー、あら、またしてい。いいせこ。あれさ、もうここからスピードでいこう。スピードでいこう。もう何？25か。疲れる。お、7 32。まあ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 、いいね。はいよ。で、バラして5。え、あと何だ。13。え。まあスピードはあって13だっけ。お、あ、でも狙うしかないよ。もう狙うしかない。はい。今3分。あー惜しい。やー、OK、おー。3分18秒。おー、早い早い。あ、早いんじゃない？さっきの2分半は超えたい。OK。よろしいですか？はい。では、よーい。うん。お、11。オッケー。11。待ってよ。行くよじゃないのよ。行くよ。巻いて巻いて巻いて。今投げても意味ないでしょ。そうね。うん。写真何点だ。11。いいじゃん。これがダメだから9だね。9。これ三好さんいないよ、大変だね、A チームね。俺大変だね。よし。まだね。こう。ガシャだね。11でもいいよ。よ、投げると強い。愛がない。あ、まあ、い愛しかない。あるのか。え、陽介さん、面積が一番、あ、陽介さん、面積が一番小さい都道府県はどこでしょう。香川県です。そうなんだ。四国で一番でかいのは徳島。ブブー、高知です。ブブー、高知です。ツーミス、ツーミス、ツーミス。え、ツーミス？だって陽介失敗したじゃん。いや。危ない危ない。謎のクイズ大会。今何点だっけ？26です。26。よし。なんだそれ？お。今何点？8。34。はい、あと16。16。はい。オッケー。あと9上がり。あと9いけるよ。9いけるよ。ちょっと難しいね。一発狙うか。行くよ。焦ってるよ、焦ってるよ、ガシ。焦らないで。あ、うまい。あ、違う。あ、違う。ごめん。2? 2? え、2だ。これ結構強くない？あ、2はいけるよ。2手前だ。おぉ、ありがとう。遅くない？シュー。おぉー、あ、遠目だ。あ、1分56秒。早い。いや、これ早い。早すぎ。よし、オーケー。スピードモルクはもうディフェンディングチャンピオンですね。スピードモルクいいじゃん、これね。いや、すごいすごいすごい。楽しい。いいですね、いい運動。いい運動になりました。きつ、きつ。スピードモルク、お疲れ様でした。いや、早い。いやいや、早いよ。汗だくですけれども、もうきつい。カシノバンド A が2勝ということで、すごい、完全勝利でございます。
こんな才能があったと。いやいや、僕らちょっと速さには定評が。そうね。速さ。なんせ速いのよ。なんせ速いの。そうなのよね。まあなんかね、モルックをね純粋にやってる方にはもう何やってるんだと。それはそうだね。まあそれは言われてしまうかもしれないんですけど、たまにはこういうモルックいかがですかシリーズ。確かに。楽しめたんじゃないですか。楽しかった。スピードモルックアジア大会やったら確実にもう走るバンド A は。もういいとこ行ってます。そうだね。あ、もうそうですそうです。今のところこれはアジア1なんですよ。それはそうだね。それはそう。ということでね、スピードモルックちょっと挑戦者募集しております。ぜひぜひ募集するんかい。こちらまで。ということでね、カシノバンドモルックこれからも楽しくやっていこうと思いますので、よろしければこれからも見てもらえたらと思います。ということで今回の動画は以上となります。また次回お会いしましょう。バイビー。それじゃあモルックのルール3。もともとそういうスポーツだからね、あえて遠くにとかに取れなくする。でもこれさ、7、7の方がいいんじゃないかな。じゃあ全てを終わらすな。全てを終わらすな。行ってよし。行ってよしじゃない。